はい、こんにちは。日本改革党靴沢でーす。ガザ地区を暴力で支配している自称政党のハマスがイスラエルを攻撃。ハマスはですね、パレスチナ自治政府でも議会の過半数を占めておりますんで、まあ自民党みたいなもんでしょうか。ですんで、ハマスが攻撃っていうよりも、パレスチナ政府がイスラエルを攻撃って言った方がいいかもしれないですね。断片的に現在判明していること。ガザ地区はイスラエルとパレスチナの緩衝地帯で、幅5キロから8キロに200万人が住んでいる細長い地域。第4次中東戦争の記念日に攻撃開始。昨日がそうだったのか。ガザ地区から20分間にロケット弾5000発発射。無差別攻撃。ロケット弾は手製と推測されているが、部品や火薬が本物だったらしく、撃破されたメルカバ戦車もあった。ロケット弾の部材は、ロシアからシリアからガザに入ったと思われる。防衛システムのアイアンドームが発動し、幸いにもロケット弾での死者は1名。イスラエル市街地に潜伏していたものと、パラグライダーやボートで侵入した50人ほどの兵士がですね、ピックアップトラックを駆使し、通りすがりの民間人を無差別に射殺している、女性を誘拐している、兵士、警察官、民間人多数が死傷している、主に女性の捕虜多数、ハマス兵に裸にひんむかれて車で、遺体を引きずり回されていた、女性はですね、平和音楽祭に出席するため訪れていたドイツ人女性と判明し、ドイツ人激怒。ドイツ政府、ブランデンブルク門にイスラエル国旗をライトアップ。だいぶ戦後78年も経つと、イスラエルとドイツの関係もだいぶ良くなったみたいで。ゲリラ兵はイスラエル領から逃亡に成功した模様。ネタニヤフ首相、国民にハマスは我々に宣戦布告したと説明。イスラエル安全保障理事会がハマスの軍事力と統治能力の完全破壊を承認。イスラエル国防軍、直ちにハマス拠点を報復空爆。地上軍も侵攻準備。首長国とモロッコがイスラエルと国交正常化した。サウジとも国交を結ぶことについて交渉中。そんな中、アラブ周辺諸国はハマスっていうかパレスチナへの支援を減らし続けてきた。カタールが月額3700万ドル、だから50億円ぐらいのパレスチナ支援を停止した。パレスチナの若者がどんどん逃亡し、欧州に迷惑をかけている。金欠ハマスに、ハマスというかパレスチナにガザ住民の不満が高まり、7月には公然と反ハマスデモが行われた。反自民党デモみたいなもんでしょうか。ハマスはデモ隊を激烈に弾圧。ねえ、何があったんでしょうね。問答無用で射殺したりしたんでしょうか。2021年、イスラエル軍による空爆があり、復興支援として周辺国から多額の援助があった。サウジ、カタール、イラン、シリア。イスラエルの自援じゃね、声明発表。インド政府、イスラエルにあらゆる支援をする、声明発表。日本政府、攻撃を強く非難する、すべての当事者に最大限の自制を求める、声明発表。ここから試験というか推測ですけれども、黒幕ロシアかな。古文のシリアを通じて、ハマスに武器を提供。目的は世界の混乱と。ハマス側の目的は、空爆されて周辺国から復興支援をもらうこと。そのためにはパレスチナの民間人が何人死のうと構わないと。イスラエルの報復は苛烈になるものと予想。復讐は無意味だが、きっちり仕返しするという評判はその後の被害を防ぐというですね、理屈で、自治政府を支配している自称政党のハマスの仕業なんで、報復はガザ地域に収まらずパレスチナ全土に及ぶと予想。結局はイスラエル VS パレスチナってなって、中東が不安定になって原油価格は今より上がる。原発を稼働してない地域の電気代はさらに上がる。日本政府の最大限の自制を求めるは、お前ら落ち着けという意味。積極的に関わる気も
実力もない。数十年前の日本人は巨大なアメリカ・イスラエル連合が平和を愛するアラファト議長とパレスチナをいじめてるって思わされてたが、それはテレビの洗脳。ググるとわかるが、アラファトはテロリストの王。日本政府のイスラエル寄りの姿勢をテレビが非難する。これから多分あいつらテロリスト大好きだから。現在は断片的な報道ね、わかるのはこんぐらいですね。さらなる続報待ちであります。バカメガネ、留学生支援を拡充し年間50万人受け入れを目指す。卒業後の残留国内就業も現在の 40% から 60% を目指すと発表。主に介護で人が欲しいって、な支援の金、介護の職員に、給料上げてやったら何ぼでもくんなねえのかなって思いますけれども、世論です。もっと日本人に金使ってくれよ。必ず大失敗しそう。外国人採用支援の会社やってる弟に頼まれたんだろうな。なんで基本的に外国人頼みなんだ。公約にそんなこと書いてなかったが、介護人材を期待してるようだが、その金で日本人の賃金上げれば解決するだろう。優秀な外国人は帰国し、残るのは自国で通用しない連中ばかり。岸田に殺されると。数年前ですね、留学生総数は約12万人って記憶してたんですけど、現在どのぐらいいるかと調べてみたら、去年は23万人だった。50万人にするって、これ倍増するってことですよね。売買ゲームだな、まるでな。留学生支援は、学費、生活費、家賃、医療費、お里帰りの飛行機代まで出してやった。一人当たり年間380万円って聞いてますんで、23万人だと8740億円出してやることになるんだな。こんだけあったら国立大学全部無料にできるんじゃないのか。消費税下げられるんじゃないのか。米国では留学生には倍の学費を払わせる。理由は得た学術を米国のためだけ、ためではなく自国のために使うから。これ理にかなってますよね。留学生支援するどころじゃねえ。日本の学術なるべく渡さないっつって留学生は学費倍な。これが理屈にかなってんだねえの。留学生が存在しないととっくに潰れてるゾンビ学校を天下り先として延命させたい文科省とメディアの邪悪。何の勉強してるかわかんないですね。まあ人文系、文系の学校にですね、元朝日新聞やら元 TBS って連中がたくさんいる。なのでゴミはゾンビ大学と留学生支援を一切叩かない。こいつらいずれ吊るしてやりたいけど、富士でも当時の経営陣のように、定年で逃げ切って間に合わないかもしれないですね。文科省とゴミメディア吊るしてやりたいけど、留学生への支援一切やめて、その分日本人の教育に回すか減税しろってね。何好き好んで日本人のヘイトを買ってんでしょうね。バッカだな、頭悪いな、思ってしまいます。メガネ、花粉症対策として杉の伐採と杉花粉の少ない品種に、植え替えを促進する、だそうであります。世論です。遅すぎだがこれはいいな。バカの一つ覚えみたいに杉ばっか植えすぎ。電柱にするため植えまくったんだっけ。もう使い道ないし他の木植えよ。完全に戦後の林業政策の失敗。これ住宅の柱にすっぺ、電柱にすっぺっつって杉植えまくったんですよね。んで、もう60年も、78年も経ってんのに、未だに杉ばっかし植えんの。バカの一つ帯見て。今まで野放しだったのは信じられんと。具体的にはですね、高性能伐採機械導入に補助金、杉木材消費に補助金をつけるみたいであります。花粉症対策っていうか、特定の業界にばらまきたいだけなんじゃ。病院や製薬会社など医療業界にとっては秘宝ですね。恨まれんのもまあ総理の仕事と。今までも花粉の少ない品種への植え替え事業はやってました。ですがペースが遅くてですね、今のペースだと植え替え完了に400年かかる、計算されてる。花粉が少ない品種になったらなったで、それのアレルギーが新しくできたりしてね。埼玉県川口市通販会社事務所に外国訛りの3人組が押し入り、
作業をしていた女性30歳を縛り上げ、現金70万円、ブランドバッグ10点、イヤホン100点を強奪と。女性は口に軽傷を負ったんで、強盗致傷ってなりました。10年ぐらいいっちゃうぞ、これ。世論、毎日毎日外国人犯罪多すぎ問題。こんな日本に誰がした。イヤホン100個って見境ないなぁ。川口とかあの辺、日本人住めなくなる。治安崩壊より人口減少した方がマシ。全くだ。川口の家賃下がるわね。悪名高い芝園団地の近くの模様であります。現場は。読売はですね、外国訛りってぼかして書いてありますけれども、中国系か中東系かぐらいわかんだろ。にしてもあの川口やばいっすね。ネイルさんって知り合い住んでるんですけど、心配ですわ。そのうち大変なことが起こりそうですね。クルド人がね、川口市役所占拠して立てこもるとか、大変なことが起こりそうですね。なんかを要求してね。中日新聞、愛知大学が反戦デモに参加した学生3名を退学処分にした。産経スパ、処分された3名は、かくまる派じゃねえか。そこなんで書かないの？批判。世論、さすが東京新聞の親会社。かくまる派って、まだいんのか。公安開始対象だから、処分は当然。大学に無断で大学の代表をずらしたんだから、処分は当然じゃないのか。偏向報道自体が問題視されるようになったか。いい傾向だ。反戦デモに参加したからじゃなくて、勝手に学校の名前を使ったから、だろう。学生72歳だったりして。中日新聞で雇ってやれよ。お仲間だろ。なんであの日本政府は、かくまる派なんていう殺人集団をですね、未だに滅ぼせないんですかね。中核派も滅ぼせず、令和なんつう政党もできちゃったし、なんかあの、復活傾向じゃない？令和ってあの中核派の政治部みたいなところですからね。総がかり系もですね、毎日のように新宿中野八王子の中央線沿線で活動しとるしね。朝日より赤いと噂の中日新聞の情報伏せ報道を産経が叩くと。ゴミ同士叩き合って自重してくれたらいいんですけれども、産経さんなんで NHK でもや実習制度廃止でも報道してくれない。それじゃあの、富士デモの隠蔽と変わんないんじゃないの？富士産経グループだけどさ。地盤改良工事を承認しなかった沖縄県知事が最高裁で敗訴。令和支持者。最高裁が死ね言うたら死ぬんか。小学生のようなことを言い出し、一同失笑。世論です。最高裁に死ねって言われる場合は、それなりの理由があるだろう。最高裁って時々死ねって言うよね。それって死刑判決のこと。そりゃ最高裁に死ねって言われたら死なないと。小学校低学年の心を忘れてないっていうのが令和の基本コンセプト。脳みそがご愁傷様。都合のいい時だけ国は最高裁判決に従えって言うくせに、人治国家から金もらって生活してるから法治のことがよくわからないみたいだね。マジで思考がテロリストと。バカで幼稚じゃないと令和支持者はやってられないようで、これはひどい。最高裁に死ねって言われるって死刑判決のことですよね。なら従わないとね。法律より俺っていう思考が本当にテロリスト。さすが中核派の政治部だな。恐ろしいな。かくまる派もそうですけど、なんで日本政府はいつまでもこんな奴ら潰せないの？情けないってあららしい。女性の 72% 妥協するぐらいなら結婚しない。所得が300万円以下の30代男性の既婚率 35.3%、 800万円以上の30代男性の既婚率 83.7%、 妥協するなら結婚しないは実践されている模様。世論です。こんなに顕著に数字に出るんだね。人間の世界も弱肉強食なんや。男女平等にした結果が男の低年収化だろ。パワーカップルに3人産んでもらえばええな。未成年の死亡率がほぼゼロの世界では将来への投資競争が止まらないから教育費に金がかかる。すごい顕著ですね。あの数字は残酷だな。低所得でも 35% は既婚なんで、恋愛強者は約3割っていうのはそう外れてないみたいですね。これ以上はちょっとコメント控えさせてもらいたいと思います。
大手、アメリカの大手旅行雑誌コンデナストトラベラー読者投票、海外旅行はどこに行きたい、日本が1位になりました。2位以下はイタリア、ギリシャ、アイルランド、ニュージーランド、スペイン、ポルトガル、イスラエル、ノルウェー、スイス、トルコの順、ドイツ、フランスが、イギリスか、あとトップ10に入ってないのがちょっと意外ですね。都市部門では1位シンガポールに次いで東京が2位にランクインいたしました。試験ですけど、アニメの聖地巡礼や出てきた食事を食べてみたい、たこ焼き食ってみたいとか、人気の秘密ですね。あとラーメン食いたい。しょっちゅうアニメとかで出てきますから、アニメ漫画の規制推進派はですね、日本の人気を妬む外国政府の手先ですね。スパイの代表格はアグレス以下辻元だの、その辺も規制に大賛成だよね。日本がイメージ良くなっちゃって、国際的に人気が出ることを妬ましいし恐れている、自分らは全然人気ねえのっていう外国政府の手先が漫画アニメを規制したがっております。あと人気なのがですね、女性が夜一人でも出歩ける治安の良さ、でもこれ外国人犯罪者のせいでもうすぐなくなっちゃうな。実習制度を続けてですね、どんどん日本を悪くする自民党と、デモのコールにですね、自民党は人身売買をやめろって入れようかな。だってアメリカ政府に人身売買だよな、批判されてますもんね、ズバッとね。だから自民党は人身売買を続けているし、実習生を使ってる企業は人身売買企業だし、それがなんでわかんないんだろう、おかしいな、頭悪すぎんななんて思います。というわけでイスラエルは続報待ちであります。さてどうなんでしょうか。何年も何年も 2,3 年に一遍ずつ泥沼の戦いしてるけど、よくそんなエネルギーあるよね。そのエネルギー金儲けとかに費やした方がもっと豊かになれんじゃないかな。人々は剣と槍を好きと桑に持ち替えたと、聖書の一節ですけど、そっちの方が全然豊かに暮らせるのにね。というわけで、デトックスジャパン。